together. I'll take half of it. Watch your behind.西部の街を行くマサキザ・アリウス。この辺じゃ見かけねえ顔だな。名を名乗れ。覚悟はできてんのか。汚い真似をする奴はマサキが許さねえ。勝負だ。受けて立とう。5 4 3 2。敵の裏の裏をかく冷静な心が勝利の鍵だ。キャリア天候盛りだ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 。アディオス。皿磨き、それすなわち己の器磨きなり。サラリュウケンの使い手ロンロン。俺はあんたを倒す。この命をかけてる。口だけのガキがお前に俺は倒せない。どんな厳しい修行にも耐えて掴んだ奥義。まだ終わりではない。立て、立つのじゃロンロン。不思議だ。もう負ける気がしねえ。サラリュウケン奥義。サラバリン。サラリュウケン奥義。サラバリン。気合い。てんこ盛りだぜ。師匠の敵を討ち、真の後継者となれ。特殊工作員ゼロフォーが侵入した研究所にはゾンビがうごめいていた。非常用爆破装置が作動しています。共に戦ってきた仲間がゾンビになった時、ゼロフォー脅威を撃てるのか。この奥にワクチンがある。すぐ撃てば助かるよ。研究所の爆破まで、ワクチンがあったぞ。何とか言えよ。タイムリミットが迫る。最後まで仲間は見捨てない。良い目をしておる。鬼と呼ばれた侍、匠之助。鬼は痛みを感じるか。ここまで来たことだけは褒めてやろう。貴様には一生かけてもわからねえ。立ち上がらねばならぬ理由も、鬼が鬼となる理由も。うわ！
全ての欲を捨て、ただ無心で目の前の敵に立ち向かう。邪魔するもの全て切り捨てる。地球防衛軍訓練生ビッシュ、出動せよ。うるせえ。もう誰も通っちゃダメだ。嵐の夜、匠が消えた。俺たちもおしまいだな。見えない敵の恐怖に俺たちは分裂寸前だった。何してんだよ。僕たちが喧嘩してどうすんだよ。でも匠は生きていた。行こう、匠を助けに。俺たち4人で俺たちだもんな。たくみ、おい、たくみ、たくみ、前に渡したサラを。もう二度とこの手を離さない。そうだ、それ俺に。だが俺十分戦った。遠い、今度こそ俺が守る。やめろ、トイ。4人集まれば俺たちは無敵だ。今だ、決めろ、トランスラッシャー。ディーズ、やっぱ俺たち勝ってるじゃんか。何の問題があるんだよ。そうだ、もう一つあった。一番最初の戦いが。なんでマネージャーブッキングしたんだよ。正直今の僕たちに男子校はハードル高いよね。おい、ふざけんなこの野郎。とにかく息を聞いてくれ。フリクション、ディッシュだ。知らねえよ。なんだディッシュって。つかさ、ほら殴りてんだろ。ほら殴れよ。できるもんならやってみろよ。
くれたんすね、カジマルさん。どうすりゃこいつらおとなしくなる。あれ、俺以外誰も。このステージには立たせん。見やがれ。何が夢のステージだ。夢なら帰ってベッドで見やがれ。あいつら許さねえ。今の僕らなら負けやしない。今度こそぶっ飛ばしてやる。でもそれでいいのか。俺たちはどうしてあの場所へ行ったんだ。そうか、そうだよ。僕たちが頑張ってきたのは敵を倒すためじゃない、最高のステージを見せるためだ。分かったぞ。俺たちだけが持つ力、それは俺たちのステージに集まってくれるみんなだ。一緒に盛り上がってくれるみんながいて初めて最高のステージになるんだ。みんな聞いてくれ。夢のステージにたどり着くためにみんなの力が必要なんだ。頼む、みんなの力を貸してくれ。ようやく気づいたようだが、私はずっとお前たちを導いてきた。お前たちがこの試練を乗り越え私のもとにたどり着く日を待っているぞ。リスのみんな大丈夫？大丈夫です。はい、というわけで本日僕たちがお邪魔したのは、はい、HMV ルミネスト新宿店様です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお越しください。お待ちしております。見に来てください。一回 Everybody、 場所はルミネスト新宿6階。なんとドラマでディッシュの4人が着ていた衣装が飾られ、さらにさらにここでしか見られないディッシュらしさ満載のビデオメッセージ VTR まである豪華仕様。皆さん絶対絶対来てください。俺たちは戦うディッシュ、バトルディッシュだ。ベテルディッシュ、これ絶対使われない。ウェイ。ちょっと待って、多分ね、今ね最初の絵が出た瞬間にもようやく目が覚めたみたいな。多分トイは4人のあれだよ。あ、そう、それぞれソロで頑張ってきたキャラ、アディオス、マサキだったりとかの共演、まあこの回だけなんですごいスペシャルな感じに。俺はこれまでのディッシュの戦いの総集編となったエピソード9では、ディッシュは普段の自分とドラマで演じたキャラクターを声だけで演じ分けるという難しいナレーションに挑戦した。気をつけなきゃいけないのが、ディッシュとしてそれぞれ喋る時と匠の助で言ってくれとか、普通のディッシュとキャラになりきってディッシュ。邪魔するものは全て切り捨てる。なんかそのキャラを思い返すっていうより、なんか第三者目線でナレーションをしてる自分がいました。気持ちを